着きました。着いてしまいました。この先で七司会の皆さんがお待ちです。七司会ってのは、月の木を取り仕切る七人のトップ、彼らが結成する幹部会よ。あの榊ってキザ野郎もその一人か。それにしても、なんで俺たちが呼ばれたんだ？それは多分、誠意を見せるんですよ、長谷尾さん。心から謝れば、七司会の皆さんも許してくださいます。は？謝るだ？なんだよ、そりゃ。なんで俺が訳もわからず、誰かに謝ったりしなきゃいけねえんだよ。ああ、短気はダメです。心穏やかに。どろー、月の木へようこそ。この前はお世話になりました。ギルドマスターの欅です。長谷尾様、パイ様、お越しくださってありがとうございます。私は楓と申します。あの時はきちんとしたお礼もできず失礼いたしました。ここにいる者たちは皆、月の木を束ねる立場にある者です。月の木は、七つの隊によってなっております。彼らは、その隊長を務める者。ギルドマスターであり、一番隊隊長でもある、欅様。二番隊の榊。三番隊の私、楓。4番隊の奈良、5番隊の柊、6番隊の円樹、7番隊の松。本日奈良、柊、円樹は同席していませんが、この7人が七司会を任されています。欅様が助けていただいたお礼がしたいとおっしゃりまして、そこでアトリを迎えに出したのです。話違うじゃねえか。楓様から来たメール、よく読まずにログインしちゃったから。お前らしいよ、ほんと。すみません。これは心ばかりのお礼の品です。お受け取りください。それにしてもザ・ワールド有数のギルドマスターがあんなところで何をしていたのかしら。視察です。何が視察なものですか。好奇心旺盛なのも結構ですが、あちこち連れ回される私の身にもなってください。よろしいではありませんか。ギルド内の雑務は我々に任せて、欅様はごゆっくり視察に赴かれれば。それはどういう意味ですか、榊殿。ギルドマスターといえども、欅様も一プレイヤーであることに変わりはない。立場を忘れ普通に遊びたいこともありましょう。その間は我らが月の木を支えればよいと、そう言ったつもりでしたが、少々言葉が足りませんでしたかな。最近の月の木は榊がギルドを取り仕切っているって
もっぱらの噂よ。榊派の連中は欅はお飾りだと大っぴらに公言している。なるほど。月の木は欅派と榊派で真っ二つってわけか。長谷尾さん。なんだよ。長谷尾さんってアリーナでトーナメントに参戦してるんでしょ。一回戦はすごい戦いだったって評判ですよ。大したことねえよ。ああ、見たかったな。長谷尾さんの戦い、きっとかっこよかったんでしょうね。噂は噂、実際はどうだか。ただのまぐれ勝ちだったんじゃねえの。寝ぼけたこと言ってんなよ。いや、悪い悪い。俺は嘘が言えない性分でね。キャンキャンうるせえんだよ、番犬属性が。なんだと？誰が犬だ。この間榊に尻尾振りまくってただろうがよ。ほんと犬そっくりだったぜ。弁明！待つ。まあいい、すぐにわかることだ。次のトーナメント、おめえの相手はこの俺だ。え、ほんと？すっごい。絶対に応援に行くよ。長谷尾様、パイ様、外までお送りいたしますね。結構です、戻れますから。おい。相変わらず人の喧嘩を買うのだけはうまいのね。褒め言葉には聞こえないぜ、パイ。あんたが人の恨みを買うのは勝手だけどね。これだけは言っておくわ。これから先アリーナでのアバター発動は可能な限り控えなさい。あんたもクーンと同じこと言うんだな。私が言いたいのは、あんたが注目されすぎてるってことよ。ガビア、ケヤキのことか。ただでさえ一回戦で奇跡の逆転勝利なんて話題になった上に、ザ・ワールドの二大ギルドのマスターがあんたに興味を示している。アリーナでの注目度は計り知れないわ。いくらアバターが非分使い以外に見えないって言っても、何がきっかけで GU の存在を嗅ぎつかれるかわからない。要するに GU に火の粉が飛ぶような行動は控えろと。そういうこと。あんただってアバターや非分使いのことが公になってトライエッジ探索に支障が出たら困るでしょ。わかったよ、考えとく。下手の考え休むに似たり、行動で示して。はいはい。さ、用事は済んだしもう行くわ。じゃあね、長谷尾。おう。それにしてもあの欅ってやつ、あいつ本当に大ギルドのマスターかよ。ガビとはえらい違いだぜ。ログアウトしてメールチェックでもするか。月の木の七番隊隊長と戦いか。
アリーナカウンターでトーナメントアトリとシラバスを誘わないと。
絵面描くなよ。トランシなもんだぜ。先手必勝。ほら、とどめだ。やってやるぜ。勝利はいただき。キリンが
ざまなもんだぜ。先手必勝。勝利はいただき。
ベストを尽くそう。Shoot!